青木選手、本来であればこの後は青木選手にご挨拶いただく予定でした。ですがサプライズはこれで終わりではありません。今一度バックスクリーンをご覧ください。21年間の現役生活お疲れ様でした。大学からプロの世界に入って日米通算2700本を超えるヒット、見事でした。高校からだったら3000本もあるのは楽勝だった。もし同じ時代に同じ条件で勝負していたら、どっちがよりヒットを打ったのか、そんなことを想像させてくれるバッターでした。一緒に戦った2006年2009年 WBC では随分と助けてもらいました。当時は世代の違う若くて生きのいい選手だと思っていたけど、そんな沖が日本球界では野手として最年長に大ベテランになったんだね。でも僕にとっては数少ないずっと変わらない可愛い後輩です。今日の特別な日の最後、スワローズファンの皆さん、青木宣親ファンの皆さんの前でバシッと決めてください。そしてオフになって時間ができたらまた球場に顔を見せに来てください。一緒にキャッチボールでもやりたいね。じゃあ最後バシッとな。お疲れ様。それでは21年の現役生活に別れを告げます。東京ヤクルトスワローズ青木宣親より全国のスワローズファン、そしてプロ野球ファンの皆様に最後のご挨拶です。青木選手、よろしくお願いします。バシッと決められるか分からないけどとにかく喋ります。思いをついにこの瞬間が来てしまいました。頑張れ。こんなに盛大に送り出してくれたファンの皆さん、球団関係者の皆さん、心より感謝を申し上げます。最後まで残ってくれた広島カープファンの皆さん、関係者の皆さん、プロに入って21年間夢中になって突っ走ってきました。引退発表後、各球団の方々の心温まるセレモニー、本当に嬉しかったです。出会いは何事にも代え難い大切な宝物です。プロに入って21年、
自分の生き方は間違っていなかったと、出会った皆様が日々教えてくれました。自分に関わってくださった皆さんに感謝しています。本当にありがとうございます。いつも信じてくれた両親、ヘトヘトな体を治療し続けた院長、本当にありがとう。そして頑張り屋の妻幸、いつもそばにいてくれてありがとう。幸がいなければここまで野球を続けることはできませんでした。心折れそうな時、自分の話を聞いてくれたり励ましてくれてありがとう。そして二人の子供たち、ナイスヒットって言ってくれるのが嬉しくて、パパは頑張りました。いつも応援ありがとう。泣きますよ。アメリカから帰ってきて素晴らしい仲間に囲まれ本当に豊かなものになりました。その仲間たちに囲まれ、こうやって送り出してくれること本当に嬉しく思います。本当にありがとう。いつも応援してくれたファン、いつも本当に温かい声援をありがとうございました。そしてこの自分が愛したこの球団をよろしくお願いします。また会いましょう。本当にありがとうございました。引退セレモニーを終了いたします。今一度青木宣親選手に